はい、戦国姫紀行、笠原清重夫人の墓所、ここは甲斐大槻の法輪寺さんに来ています。清重夫人の墓石というのが、これとあと反対側にある道路脇にある大きな、五輪というようなものがある。それとよく間違えられるらしくて、こちらが正解のようですね。もう古くてですね、確かにこれも元は五輪塔で、あの上が崩れてしまってますけど、これがあの夫人のお墓らしいんですよ。で、笠原清重夫人っていうのは、あの佐久地方ですね、信濃の佐久地方を制圧する武田軍との戦いで、志賀城で有名ですけど、で清重公ご本人は、首塚っていうのが、あの畑の真ん中にポツンとあるやつですね、前行きましたけど、志賀城のそばにあります。志賀城といえば武田軍の猛攻を受けてですね、若き日の信玄公、つまり春信公が、まあ、山本勘助以下ですね、有力な武将を配してですね、例の3000人の晒し首ということで有名な話があるんですけども、まあ、それは山本勘助の方の、本に出てるんですが、要するに武田軍とその佐久地方の諸豪族、まあ、多い定高もそうですし、まあ、ある意味真田とか愛樹とか、そういった諸豪族たちですよね。そういうときの、まあ、融和もしくは、戦い討滅をしていたわけですよ。まあ、その中で志賀城の笠原氏というのは、まあ、武田氏に対しては徹底抗戦だったわけですよね。で、その清重公の奥様で、お名前がね、ちょっとはっきりしないんですよね。ドラマなんかではよく出てますけども、それで、あの非常に美人だということで、小山田氏がですね、もらい受けたということで、小山田氏の本家には外れたこの大槻の方、こちらの法輪寺さんに、まあ、お墓を作ったということになりますね。まあ、ちょっとね、何も書いてないんで、確証はないんですが、まあ、これだと思われるということでしかないんですよね。ちょっと名前とか書いてない。どこにも、どっちが表だかも、こっちが表でしょうかね。斜めに傾いてしまってるの、こう土台がしょうがないですよね、これね。はい、笠原清重夫人のお墓がある甲斐大槻法輪寺さんからでした。